どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、かっこいい大人のスタイルには欠かせないジャケパンスタイルについてお話していこうかなと思ってます。オクテットチャンネル。はい、ということで、今日はですね、タイトルにもあった通り、ジャケパンについてお話ししていこうかなと思ってます。はい。ジャケパンなんで、ジャケットと、それからパンツでインナーはいろいろっていう感じなんですけど、このスタイルはやっぱり僕個人的には大人っぽいかっこいいメンズファッションの代表かなと思います。スーツとジャケパンっていうこの2つじゃないかなと思っているんですけど、スーツでもそうなんですけど、ジャケパンって言ってしまえばジャケットとパンツ合わせるっていうだけなんですけど、その中でいろいろとね振り幅があるんですよね。でそれによって見える印象はガラッと変わるし、ただ共通して言えるのはやっぱり大人っぽくて清潔感があって上品でっていうところはしっかりと押さえた上でやるのが一番かっこいいんじゃないかなとは思ってます。で今日の動画なんですけど、そのジャケパンですね、これからちょっと挑戦してみたいっていう方だったりとか、やってはいるんですけど、もうちょっとこう幅を変えてやる方法がないかななんて思ってる方に、いろいろとこう同じジャケット、ジャケパンでもアイテムを変えることによって結構ね雰囲気ってぐっと変わるので、今日はそのあたりのね、結構基本的なことをお話ししようかなと思ってます。はい。でまず今日は、選ぶジャケットについて、でもう一つは、ざっくりとなんですけど、インナーだったりとかパンツっていう合わせるアイテムも変えるっていうところでお話していこうかなと思ってます。はい。ということでまずはジャケットなんですけど、ジャケットは出したい雰囲気には結構寄ってくるんですけど、いろいろとこう詰めていくほどいろんなジャケットがあるので、そこはゲットしながらね自分でこう試行錯誤していくのが一番いいかなとは思うんですけど、今、実際にじゃあ1着選びましょうってなった場合は、色は個人的にはブラックかネイビーか、グレー、この3色をまず1着ねゲットしていただく。でジャケットのデザインなんですけど、一昔前であれば本当にスーツみたいに肩にパッドが入っていて、ラペルだったりとか身頃の部分にも結構真珠が入っていて、ポケットもフラップみたいなね、いわゆるジャケットでもあり、ちょっとブレザーっぽいようなそんな雰囲気のジャケットでも良かったかもしれないんですけど、もう少し今の雰囲気に合わせていくのであれば、今日ね僕が着てるこれ私物なんですけど、これペラペラなんですよね。こう芯材があまり入ってない。でポケットもこっちのパチポケぐらいで、今のカジュアル化が進む現代の雰囲気の中ではそこまでねこうカジュアルにこう TQ に合ってないっていう風にもならないので、このくらいの少し軽い感じでジャケットをねゲットしていただく方が多分合わせやすいと思います。なのでまずはベーシックなカラーの中でこういうちょっとこう軽いねふわっとした、特にイタリアのジャケットに多いんですけど、こういうジャケットを1着持っていただくっていうのが正解かなと思います。一番振り幅がね効きますからね。はい。そして次はね、この合わせるアイテムなんですけど、個人的にはジャケットもそうなんですけど、こっちの方が重要だと思っていて、やっぱりジャケパン一つとっても、もちろんビジネスっぽい合わせからカジュアルっぽい合わせまでいろんな種類があるんですね。でこれをやっぱりこう大人なんで、かっこいい大人の男になるためには TPO に合わせながらうまく使い分けるっていうのがすごく大事かなと思います。やっぱりねジャケットって特にねこうイタリアのブランドとか、サルトリア系のねジャケットになってくると、なかなか1着がねやっぱり高いんですよね。日本だとスーツのが高くてジャケットのがちょっと安いっていう傾向があるんですけど、イタリアのジャケットあたりとかそういうインポートのブランドって別にスーツとジャケットの値段変わんないし、なんならジャケットのが高いっていうのも結構あって、ジャケット一つとっても案外相当な出費なんですよね。なのでそのポコポコポコ買えるものではないですし、それこそ長く着るものではあるので、ここは気に入った一着をまずゲットしていただいて、その中でいつも同じジャケット着てるなっていう風にならないように、やっぱりここはうまく、いい見え方というかね印象を操作するのがねかっこいいと思いますし、そういった方法がねありますので、まずは、パンツですね。パンツは
今日はまず僕ちょっと見づらいと思うんですけど、グレーのねスラックスを履いてます。で靴もまあダブルモンクの革靴を履いてタイドアップしてます、うん。まあ、こういった方にウールのスラックスを合わせてあげればもちろんこのようにちょっとビジネスっぽいような雰囲気も出せますよね。これでしっかりタイドアップすれば、まあもちろんビジネスでも使えるし、まあ私服で着るってはなかなかないかもしれないですけど、ある程度カッチリした雰囲気でこういった風にジャケパンの雰囲気を合わせられる。一方でじゃあもうちょっとカジュアルにしたい時だけども崩しすぎたくないっていう時、例えばある程度いい高級なレストランに行く場合だったりとか、まあちょっと初めてのデートだったりとか、いろいろあるとは思うんですけど、そういった時には有効なアイテムとして、まあ、僕はこれじゃないかなと思ってます。はい、ブランドはねこれアントラミですね、色はさておきコットンパンツです。はい、これがねやっぱりいいかなと思います。このコットンパンツはイメージ的にはスラックスよりも、少しカジュアルダウンしたアイテムになります。ただ形がね結構重要なんですけど、これまあコットンパンツなんですけど、このいろんな仕様っていうのはスラックスの形なんですよね。なんでコットンスラーとも言うんですね。はい、まあ、その辺が普通のファイブポケットのチノパンとはちょっと違うところなんですが、こういったコットンパンツを合わせてもらう。そうするとまあ今この結構ねドレスっぽいようなドレスカジュアルっぽいようなスタイルからもう少し砕けたスタイルっていうのがパンツ一つで一気に作れる。まあネクタイをつてもいいですし、ネクタイ外してシャツ位置でこれでもいいですよね。はい、でさらにもう少しカジュアルにするのであれば、例えばこういうタートルネックのニットだったりとかクルーのニットを合わせて崩してあげる。こうすることによって、まあ、同じジャケットなんですけどやっぱり一気に、カジュアルな雰囲気が出て、もう少し砕けた感じでただ大人の上品な雰囲気っていうのは残しつつっていうところで、まあかっちりとしておしゃれ上品な私服っていう風につなげられるのかなと思います。はい、そしてさらにカジュアルに行きたい時、もっとこう楽にしたいんですけど、まあうまくねジャケットと合わせていくっていう時にはやっぱり有効なのは、これもまあ定番アイテムなんですけどデニムですね。はい、今は、まあ、スウェットで合わせる方とかもいるんですけど難易度高いのでこっちのデニム、これが一番カジュアルにジャケットを着崩す時には有効なねパンツになってくるかなと思います。まあ、デニムはもうメンズファッションのカジュアルアイテムの中で大定番だとは思うんですけど、まあ、これが持つ印象ってやっぱり男らしさだったりとかちょっと武骨な雰囲気、あとはデニムの形とかにもいろいろってくるんですけど、選ぶときはまずはこういうテーパードの効いたデニムで、あまりクラッシュだったりとかペイントとかが激しくないものを選んであげると、まあ、ジャケットの雰囲気も損なわずに上品にジャケパンスタイルをカジュアルダウンするっていうところにつなげやすいので、こういったデニムを持ってあげる。はい、で付け加えるのであれば春夏ならちょっと薄い色がもちろんいいと思いますし、秋冬であればリジットっぽいような濃い色っていう風にすると、同じジャケパンスタイルのデニムでも秋冬と春夏っていうところで季節感も生まれやすいので、こういったねデニムを合わせてあげる。まあこのデニムに僕の今のタイドアップのスタイルをそのまま持ってきても全然 OK です。まあ、特に僕みたいな仕事、まあ、職業であれば全然 OK なんですけど、まあ、こうやっぱりねデニムであればこういうニット系の方が雰囲気的にはね合わせやすいと思うので、こうするとよりねテイストっていう部分では作りやすいのかなと思います。はい、そして、このね合わせにおいて大事なのはもう一つね小物ですよね。で小物は、まあ、靴がね結構大事かなとは思うんですけど、僕は今ダブルモンクのねシューズを履いてるんですが、まあ、デニムにダブルモンクっていうのも非常に相性がいいんですけど、まずまあ一足持つのであればこういうローファーですね。はい、これがやっぱり一番大事かなと思います。まあ、ローファーっていうのは革靴の位置づけとしては一番カジュアルなものになります。で、もともとはなんかまあ怠け者とかそういう意味もあるんですけど、だからこそ上品な革靴でありながらちょっと抜けたスタイルとか崩したスタイルにむっちゃくちゃ合うんですよね。まあ、今日はねこういうベーシックなローファー持ってきてますけど、これにタッセルがついてても全然いいと思いますし、そういう風にして若干崩したスタイルいやカジュアルダウンした上品なスタイルには革靴も
手っ取り早くそういったものを合わせてあげると、やっぱりここもアンバランスが生まれなくて統一感があってかっこいいっていうところにね、つながってくるんじゃないかなと思います。まあ言ってしまえばジャケット一つで取って、このインナーですね、インナーとそれからパンツっていうのを変えて、そこに合わせに行くような感じで全体の統一感をうまくまとめるっていうのが一番大事かなと思うので、そういう風にしてあげると同じジャケットでもビジネスっぽいスタイルから上品なカジュアルで、さらに崩したスタイルっていうところまでね、いろんな応用が効くと思うので、まあ、そんな風にして、ね、大定番のジャケパンスタイルっていうのをより極めて楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、こんな感じでね、まあ、いろんな動画を出していこうかなと思いますので、毎日8時に、更新してます。ぜひご視聴と、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、ムンでした。バイバイ。